でやってまいりまして、ちょっとですね、前回やりましたニコンのですね、顕微鏡カメラ、これのですね、後始末といいますか、ちょっとどんな状況かっていうのをちょっとご説明しながらですね、またちょっと後半も一本いきたいと、思いました。さてですね、この、ニコンのですね、顕微鏡カメラ、前回バラした、もうごく単純な仕組みでモーターが入っているってことが分かりましたので、なんとかスリットカメラにならんかと、思ってですね、やってみたら、なんてことはない、すぐなったんですけど、ですね、僕は多分ね、小学校6年、5年か6年だったと思うんだ、鉄道ファンっていう雑誌、子供の頃やっぱり、スーパーカーブームなんかもありましたけど、やっぱり僕のね、周りもみんな鉄道マニアで、プラモデル少年だったりもしたんですけども、そんな中でですね、鉄道ファンの確か2回分連載があってですね、スリットカメラを用いて電車の横をですね、ずーっとフィルム1本分、1編成撮るっていうのをですね、やったレポートがあって、後半にはあれだったかな、自分が電車に乗って駅のホームのですね、確か、駅名表示板をですね、流し撮りするみたいなのも、作例も、どなたが書いたのか、何号なのかもう覚えてないですけど、その時にですね、安いとカメラ面白いなと思って、その後ですね、それをこうプリントして本屋さんに売るなんていうのも、出版物としてもですね、確かこう巻物になって、流通したと思うんですが、そんな話もなんか前したかな。35年、40年近く前の、雑誌のもう記憶にしかないんですけども、その本がね、入手できればいいんですけど、そんな中で、そのままね、すごい高度で、もうカメラも全部自作して、確かね、電線の、電柱の間隔を何メートルかっていうのを測って、そこを、電車って来る電車によってスピード違いますから、フィルムの走行速度も変えないといけないので、こう、そこを何秒で通過したかっていうのを手で押してですね、その結果をすぐ、フィルムの走行するスピードに換算して、モータースタートさせるみたいな、なんかすごい本格的なあれだったと思いました。で、その時に記事の中にあったのは、じゃあスピード合わなかったらどうなるのかっていうのも書いてあって、確か、じゃあブレブレになるのかと思ったら、いや、スリットの幅分しかカメラ、被写体ブレはないんですよ、なんて、ああ、なるほど、それは言われてみればそうだ、なんて思いましたけど、ですから当然、長い電車をですね、フィルムの方がゆっくり走っていれば当然こう歪んでしまいますので、縦はいいんだけど横の比率がおかしくなっちゃうから、電車のようにこう、割とこう、縦横がイメージがみんながこう、焼き付いてるような被写体はですね、もう歪に感じちゃって、マラソンなんかで、ゴールした瞬間のスリットカメラの像なんていうのは、あんまりピ、あのスピードが合わなくても、もともとこう、ひしゃげちゃいますから、形がこう、時間軸と、2次元が1次元になって、もう1次元が時間軸になりますからね、変な形になって、それはそれで面白いんですが、そんなですね、記事もなんかあったなと思い出しながら、ちょっとですね、どんな感じになってたかっていうと、これちょっと重箱になりますが、もう本当にね、簡単に、作っちゃいました。もうちょっとあっちゃうかもです。こっちからはもう、全部抜いてしまって、で、ちょっと見えますかね。こっちから黒い ABS の板で、まず蓋を大雑把にして、ちょっとこう腰を、なんて強度があるようにしてあります。で、こっち側からはですね、もう、なんでスリット作ろうか迷ったんですけど、とりあえず、ジャンクカメラから外したシャッター幕を、光に下から当てながら、こう、詰めていってですね、平行になって、できるだけ狭く狭く、で、接着して、でもここ、布幕ですからね、こう、向こうにビュッてやったら、ポロッと剥げちゃうんで、こっちからプラスチックの板を入れたと。もう本当にこうやって接着した、だけです。で、あと、モーターから出てるですね、線、グランドと、なんか二つ出てました。で、グランドはグランド。で、これはもう本当に秋月電子に売ってる、ただ、
DC のコネクターなんですが、これは8ミリだったかな、なんか穴開けてキュッて裏からネジ止めして、そのモーター直結にハンダ付けしただけです。ですからここにあの何ボルトかの電圧、何ボルトのモーターかわかんないですけど加えてやればですね、まあ回転すると。で今ちょっと AC アダプター、これは秋月の AC ですが、5ボルト2アンペア、もうこれね、もう差し込むとこうやって動いちゃいます。それで、あれ？お、ああ大丈夫ですね。だからまあ実際はですね、電池ボックス使ってこうシャッターボタンみたいにキュッと押したらガーって動くようなものを作ろうかなと思っています。まだそこまでちょっと手が回らなかったんですが、あと当然ですけど、あのスリットはもう固定で閉じませんので、フォーカルプレーンシャッターみたいにも重なってなりませんから、巻き上げるときに露光してそのままフィルムを巻き戻したらですね、被っちゃいますので、あの当然レンズの昔のライカと同じですよね。レンズキャップをして巻き戻さないと撮影した、ものはパーになるというような状況です。あとはまあ何ボルトの電圧入れてどれぐらいのスピード出るかとか、モーターがどれぐらいの耐圧あるのかとか、まあそんなことはちょっと実際にまあやってみるしかないんですけど、まあとりあえずこうなんかね、実測をしながら、だいたいまずフィルムが1秒間に何ミリ動くのかっていうのをまず割り出して、まあそこから撮影倍率をあの勘案して、被写体がどれぐらいの速度で動いているかというのとこう合わせていくようなですね、まあ、当然アプローチがいるんですけど、さあそれどこまでできるのかわかりません。それでですね、これなんですと、フィルム入れるのをどうしようかと思って、巻き上げレバーがないので、でまあちょっとやってみ、まあフィルム入れてですね、こう直板があれば、行くんですけど、こういうふうにですね、ただこのですね、走行抵抗、結構大きいかなーって気がしてるんです、今。こうトンネルになってるんですけど、いる。ね。ですから、やっぱり締めるとかなりこの巻き戻しのクランクの回転もちょっと鈍くて、だからトンネルのなんていうかピント、フィルム送りのこのピントの面が何ミリっていうこう隙間があるんですけど、それにしてもやっぱり抵抗こう当たると大きいのかなぁと、このねえ。そうすると、まあ、それでですね、実は、これ、まあ、着1個。これ、ね、少しこう、曲げて、このスリットのところだけでも押さえてれば、それでいいかなと思って、ちょっと曲げてみようと思ったんですけど、もうね、ものすごい力でもなかなか曲がんないんですよ、これ。ものすごい、なんか、僕、アルミ板で簡単に作ったのが、なんか、すごい合金なんでしょうね。軽い割には、すごい丈夫で、ちょっと驚きました。まあ、ですから、この、圧着板を、できるだけ抵抗を少なくするように、こう、するにはどうしたらいいかなと思って、今、ちょっと、これからこう、少しこう、チューニングっていうか、やっていこうかなと思ってます。まあ、あと、このスリットの幅もですね、正確には割り出せないと、これは露光量が、割り出せないので、スケールが入ったルーペでこう覗いけば、だいたい 0.3 ミリぐらいかなって、この思ってるんですけど、まあ、それも比較的簡単にはわかりそうなので、まあ、ですからこの圧着板をこれひん曲げちゃったら失敗したんで、別のEM の圧着板を持ってきたんですけど、だからこれを
細くここに当たる、これは全然コンパクトカメラのなんだかわかんない京セラだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、コンパクト35ミリカメラのですね、ただ外してきたんですが、ここら辺をこうちょきっと切ってですね、このスリットの幅よりちょっと広い5ミリぐらいにこう細く切って、これをここにちょうど当たるところにペタって貼ってですね、でもここだけしかフィルムに接しないみたいな感じにしたら多少マシになるのかななんて、ちょっと今考えてまして、まあそれでですね、ちょっとあるいは若干ピントを犠牲にして少し浮かせる、セロテープ1枚分とかね、少しだけこう緩くしてっていうのでもいいかなと、ちょっと感じてます。まあそれでですね、そういうのがこうカチッと決まれば、あとはこうね、デコレーションして、仕上げたいなと思うんですが、まあとにかくですね、35年、40年前の鉄道ファンで見たスリットカメラがいよいよですね、こんなおっさんになってから、日の目を見るのかななんて、ちょっとワクワクしてますが、まああと、この上カバー、せっかくプラスチックでこうあるので、なんか余ってる、これは何だっけな、501のアクセル紙がたまたま先日外したのがそこら辺に起こってたので、ちょっとつけてみました。なんかアクセサリー紙あった方がなんかそれっぽく見えるかなと思って、まあ、ここにファインダーつけたところで、何ミリのレンズつけるとちょうどいいんだろう。とにかくその鉄道スリット写真をですね子供の時以来の夢をまあこれで叶えようと、すごく簡単にできますので、これは、そんなには出回ってないし、中古屋にはあんまり並んでも見たことないですけど、時々ヤフーオークションなんかにポロポロと出ますので、まあ、あったらちょっと1000円、2000円で落札しといてですね、なんかの時にチャレンジしていただけたら楽しいんじゃないかなと。なかなか、もちろん、ラインセンサー使ってですね、なんかデジタルでやったら、それなりにこうプログラミングできるようなハードにも強い方がですねやればそんなに難しいものではないと思うんですけど、デジタル化できちゃうと思うんですが、まあスリットカメラってこうフィルムならではの味っていうふうに、まあ、今のところは言えるのかなと思って、ちょっとなんとか撮影までこぎつけてやりたいなと、思ってます。はい、まあこれがちょっとですね、顕微鏡カメラ分解の顛末期みたいな、ところで、ちょっとですね、とりあえず録画を作っておこうかなと思って、喋ってみました。はいということで、なんかね、その鉄道ファンには確かそれでいろんなね、撮影レンズと距離からなんかして電車の車の高さはこれぐらいで、撮影倍率これぐらい、なんかそういうのはこう、計算式とかですね、なんか出てたように思って、ああ、撮っときゃよかったなと思いましたけど、はい。なんか頑張ってみたいと思います。はい。じゃあ、録画。